国内外の人たちにも大きなアピールになっていくと思いますので、このような力強いサポートをしっかりと力に変えて、アンバサダーとしてしっかりと応援していきたいと思います。国土交通省は2019年に日本で開催されるラグビーワールドカップに向けて、希望者に4月から記念ナンバープレートを交付します。そのプレートの申し込みの受付が今日から始まりました。新車だけでなく、登録済みの車でもプレートの付け替えが可能で、希望者には寄付金を募り、試合会場を行き来するバスの経費などに充てるということです。